ジュニアマックス見事優勝はカーナンバー34ポールトゥーウィンです。ドラゴコルセー RMC レーシングチーム手塚大河選手おめでとうございます。続きまして第2位はカーナンバー39ポノスヒロテックスレーシング澤田龍生選手おめでとうございます。シリーズチャンピオンも獲得です。そして第3位はカーナンバー88 KP バズ坂野大元選手おめでとうございます。どうぞご登壇ください。それではまず3選手にはトロフィーをお受け取りいただきます。プレゼンターは WRC 参戦中トヨタガズーレーシングワールドラリーチーム勝田貴元様です。よろしくお願いいたします。はい、それではまずは手塚選手、熱望していた優勝を手に入れることができました。おめでとうございます。続いて第2位は今シーズンシリーズチャンピオンを前回でも決めました、再来週アメリカ頑張ってきてください、澤田龍生選手おめでとうございます。そして第3位は前回に引き続きの表彰台となります。シーズン後半素晴らしい成長ぶりを見せてくれました坂野大元選手おめでとうございます。勝田様ありがとうございました。それでは記念撮影です。3選手の横にお並びいただきまして、はい、どうぞご登壇ください。3選手も真ん中にぐっと寄っていただいてにっこり笑顔でお願いします。はい、勝田選手からプレゼントされましたトロフィー、今シーズン最終戦のトロフィーです。はい、よろしいでしょうか。それでは勝田様どうぞご登壇ください。続いてはスパークリングファイトです。それでは選手の皆さんはトロフィーとスパークリングを一旦交換させていただきます。はい、よろしいでしょうか。それでは思いっきりスパークリングファイトどうぞ。手塚大が両サイドからかけられています。喜びのスパークリングファイトおめでとうございました。改めてご紹介しましょう。見事優勝手塚大が選手、第2位澤田龍生選手、第3位坂野大元選手でした。おめでとうございました。